つぐらいな。いや、でも全然我々より上だって。違うよ、だろっていう。そっくりだろ。ほんで、手振ったのになんで振り返してくれなかったんですかみたいなのがブログのコメントにあったりとか、今日仙台のあそこ走ってましたよねとか、うん、すごいそういうのはもう何十件も来てて、はいはいはい、一回捜索したんですよ、うん、仙台の番組に。おうおう、いたんですよ。あ、まさしく似てんの。似てんすよ。おう、もう俺です。これは誰もが間違いない。その人と実際会って話とかしたの。はい、会って話しました。何をやってるの。あ、石巻で漁師さんなんですよ。おうおう、全然我々より上だったり。3個上。おうおう、はい、おう、寄せてきてんのかなと思ってたら、おうおう、僕らが世に出る前からずっとそのスタイルだったんです。あ、そう。髪型眼鏡とかもそんな感じだ。眼鏡もこんな感じだ。偶然しない。そうなんだ。俺が真似して見てるみたいになってるんですか。相方から見てもやっぱ相当似てんの。もう遠くにいたら本当に若手だと思います。あ、もう間違えるぐらい。